ダモダルガスモディは、インドの政治家、第18代インド首相、第14代グジャラート州首相を務めた。首相に就任する、モディ1950年9月17日に、インド西部の北グジャラートのメサーナ地区にある渡ルで誕生した。貧しい紅茶売りの子で、上位カーストに比べて、社会進出や教育水準で遅れている、その他更新初階級の生まれであり、 不可職民が属する指定カーストとともに公的雇用の確保措置の対象になっていた。インド人民党の支持基盤であるヒンズー市場主義組織、民族義勇団の活動に参加。1987年、グジャラート州議会議員となる。グジャラート大学において政治学習志望を習得した。2001年から2014年までグジャラート州首相を務め、 三度再選されている。インフラ整備や外資の受け入れなどにより、同州の経済成長を実現した。清廉潔白であることも知られている。ヒンドゥー市場主義、反イスラーム主義的言動でも知られるが、一方で、口述する2014年のインド総選挙後には、全国民と共にを掲げて国内が分断することは、避けた。2014年5月の総選挙開票前に、 RJP の選挙運動委員会会長に任命された。長らく妻はいないとしてきたが、総選挙に立候補するとき、書類に配偶者欄に記入して提出、妻がいたことを告白した。結婚生活は破綻しているという。2014年5月に開票された総選挙で、インド人民党が勝利を収めたことにより、5月26日、第18代首相となり、 就任式を取り行った。英語は、流暢に話せるが、外国の要人との会談では、ヒンディー語を使い、通訳を介して話す。ナレンドラモディとマハティール・ビン・モハマド日本ナレンドラモディと、安倍晋三日本は、グジャラート州で、産業、投資について、協力をしており、モディとは、グジャラート州首相時代から友好的な関係を、持っている。二千七年四月に訪日し、 当時首相であった安倍晋三らと会談しており、2012年7月に再度日本を訪問し、厚遇を受けた。2012年12月、第46回衆議院議員総選挙に圧勝した安倍が首相に就任することが決まった時、最初に祝福の意を伝えた海外要人の一人がモディだったとされる。このようにモディは安倍と個人的な信頼関係があり、また、 様々な点で安倍と共通点を有することから、モディが首相に就任した際、プレジデント社は、ウェブサイト、プレジデントオンラインの記事でモディについて、インドで誕生した、安倍派の新首相と表現している。日本の自動車メーカー、鈴木の鈴木治会長とも親しく、これらのことから新日化と報じられることもある。2014年8月30日、モディが、 首相として初来日し、安倍首相を主催による非公式の夕食会が、京都市の京都迎賓館で開かれた。翌31日には、安倍と共に、当時を訪れ、来日如来像の前で二人で合唱した。日印首脳会談は9月1日に、東京で行われ、同日夜に開かれた夕食会でもディは、極東国際軍事裁判で、被告全員の無罪を主張した。 インド人ハンジラダビノードパールに言及し、インド人が日本に来て、パールハンジの話をすると尊敬される。自慢できることだ。パールハンジが、東京裁判で果たした役割は我々も忘れていない。と述べ、その功績を称えた。2015年、インド軍内にも反対意見がある中、モディ政権は米印海上共同訓練、マラバールに、日本を招待することを決定した。 日本の海上自衛隊はマラバールに過去数回参加したことがあるが、初参加した2007年以外はいずれも日本近海でのものであり、日本が参加することで中国を刺激することを避けたい。インドは、インド用、ベンガル湾での訓練に日本が参加をすることに難色を示してきた。しかし、モディ政権は中国の抑止も考え、ベンガル湾での訓練に、 日本が参加することを容認したと言われる。2018年11月には G20 で、史上初の彦目印首脳会談を行った。アメリカ合衆国、ナレンドラモディとバラク・オバマモディが、グジャラート州首相を務めていた2002年に発生した2002年、グジャラート州暴動は700人以上の死者が生じたが、モディが暴動を阻止するために、 適切な行動をしなかったと疑われ、ジョージ・ W ・ブッシュ政権は2005年よりモディへのビザ発給を停止していたが、モディ政権誕生に伴いビザ停止を解除した。2014年8月、ジョン・ケリー国務長官がインドを訪問し、モディと会談し米印関係の改善を演出した。2015年の共和国記念日の式典には、バラク・オバマを招待した。 共和国記念日の式典にアメリカ大統領が主品として招かれるのは史上初めてのことであり、米印関係強化の方針を明確に打ち出した形である。タイムズ・オブ・インディア氏によると、インド外務省が用意した招待者候補名簿には、オバマの名はなく、オバマの招待は、モデの強い意向で実現したものである。2017年に誕生した、 ドナルド・トランプ政権とも安全保障では、オバマ全政権と同様に密接なのに対して、経済面では貿易摩擦も起きており、アメリカに対して報復関税と追加関税も言った。2019年9月に訪米。同月22日、テキサス州ヒューストン市、エナジースタジアムで開催された5万人規模のインド系、アメリカ人集会にトランプ大統領と共に参加し、 緊密な米印関係をアピールした。中国ナレンドラモディと習近平2014年2月には中国に対し拡大という思考を捨て去る必要があると述べ中国の領土拡大的な動きを牽制した。2014年の選挙期間中、モディは中国に対する厳しい態度を表明し首相就任式でも中国が真珠の首飾り戦略を進めている南アジアの 国々やチベット亡命政府のロブさん宣言首相を招くなど中国を牽制する狙いを示した。首相就任の後、モディは初の外遊先にブータンを選択しており、これもブータンと中国が接近していることに懸念を抱いているからとされる。国境を完全に確定させてない中国への安全保障上の警戒心から、 対中防衛を目的とした安全保障政策もまた重視している。一方で首相就任後の5月27日、中国側の提案で李克教首相と電話会談を行った。在中インド大使館によれば、この電話会談でモディはインドの外交政策にとって常に優先国だと述べたとされる。首相となったモディが外国の首脳といった電話会談は、これが 初めてとなる。2014年9月17日、習近平国家主席を故郷のグジャラートに招待してモディの64歳の誕生日を祝い、翌18日には首都ニューデリーで会談して国境の平和と安定に向けて協力することで一致した。習近平はチベット亡命政府に中国との和解を打診していたとされ、ジャーナリストのソニアシンは、 法院した習近平が、ダライ・ラマ14世との面会を開拓するも、対中関係を重視するィによって中止されたと、主張するもチベット亡命政府は中国が提案に応じなかったとして否定した。同年7月15日には、ブラジルのフォルタレザでのブリックスサミットで中国などと、共に新開発銀行と、外貨準備基金の設立文書に署名した。2015年5月7日、 モディは首相就任後では初めて中国を公式訪問し、新郎美白にアカウントを開設した。また、州国家主席の故郷である先生省に招かれて、三蔵法師現状がインドから持ち帰った仏像や経典を収蔵する大慈恩寺に案内されて、菩大寺の苗を植えた。2015年に、 中国の提唱で設立されたアジアインフラ投資銀行にインドは参加して英部の最大借入国にもなっておりインド最大の貿易相手国にもなった中国とは経済協力を深めた。また安全保障面でも中国とロシアが主導する上海協力機構へのインドの正規加盟を認められたことからその枠組みでの中国との協力を重視しており 2015年と2016年には、中印合同演習を行っている。南シナ海で中国を封じ込める共同軍事作戦への参加を拒否し、反中活動家の入国拒否など中国に配慮する行為も言った。2017年5月、モディは他の閣僚とともに中国で開催され、一帯一路国際協力サミットフォーラムに招待されるも国境紛争地帯である。 カシミール地方が一帯一路構想に位置づけられていることについて双方の溝は埋まらず出席しなかった。同年8月2ヶ月超続いた中国軍との国境地帯での睨み合いは双方の合意で終結させた。経済面ではインドは密接な関係が続き2018年時点でモディ政権の ICT 政策であるデジタルインディアに 不可欠なインドのスマートフォン市場の3分の2を中国のメーカーが占め、野党インド国民会議派の総裁で対抗馬だったラーフルガンディからは、莫大な米中貿易赤字を築いたことに対して、モディ政権の製造業支援政策であるメイクインインディアは事実上のバイフロムチャイナと批判された。2018年11月には G20 で、 初の彦米印3カ国首脳会談の前後に、中印首脳会談と12年ぶりの中ロ印首脳会談を開催して、バランスを保った。北朝鮮インドは北朝鮮にとって3番目の貿易相手国だったが、2017年4月に、モディ政権は、インド国内の北朝鮮関連資産をすべて凍結して、食料と医薬品を除く、全品目を禁輸する対北経済制裁を、 初めて実施した。パキスタンヒンドゥー愛国主義の傾向のあるモディは、3度のインパ戦争で、領土問題が残るパキスタンに対して、強硬路線を取る可能性が指摘されていたが、2014年5月26日のモディの首相就任式では、パキスタン首相のナワーズ・シャリーフが出席した。両国の独立以降、首脳が相手国の首相就任宣誓式に出席するのは、 初めてとなる。パキスタン側は招待を受けた後、3日間にわたり政府や軍が出席の是非を検討、新たなインパ関係を築く貴重な機会として出席を決めた。モディは首相就任式にパキスタンのシャリフ首相以下、南アジア地域協力連合の全加盟国の首脳か、その代理を初めて招いた。2015年12月25日、 パキスタンを予告なしでインド首相では12年ぶりに訪れシャリフ首相と会談した。2018年8月には上海協力機構に加盟している中国、ロシアインドパキスタン、中央アジア諸国による初の合同軍事演習を行った。インドとパキスタンにとって独立以来初の国連平和維持活動以外での軍事協力となった。しかしカシミールをめぐっては 対立を続けており、予定された協議も中止し、双方の砲撃や銃撃戦も起きるなど両国で非難の応酬がされている。2019年2月には48年ぶりにパキスタンの越境空爆を行い、パキスタイ空軍とインド空軍がカシミール地方で空中戦を行ってパキスタンはインド空軍機に機、インドは パキスタン空軍機一機を撃墜したとそれぞれ発表して緊張状態になった。また、インドで唯一イスラム教徒が多数派となっている州でパキスタンとの係争地でもあるジャンムーカシミール州の自治権を剥奪してインターネット通信などを遮断しデモなどで抗議する住民に対してインド軍の治安部隊が暴行や拷問など弾圧を行ったとも報じられ、これに対してパキスタンは 人権侵害と反発した。イスラエル2017年7月、同国の首相として、初めてイスラエルを訪問し、エルサレムでベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談した。かねてから、農業面の成功などから、モディはイスラエルとの関係を重視していた。イスラエルにとってインドは、最大の武器の買い手で、インドにとってイスラエルはロシアに次ぐ、武器供給国という関係にあり、 インパ戦争の英雄でインドとイスラエルの軍事協力を推進しているユダヤ系インド人の j k r イ,イコブ元コア州、パンジャーブ州知事はインド人民党の安全保障顧問を務めてモディとも交流を持っていた。モディの尊敬するビナー役ダーモダルサーバルカルラ、ヒンドゥー主張主義者は反ムスリムの立場からシオニズムを支持しており、国際世論調査でもインドは親、 イスラエル的な意見がアメリカを上回っている。グジャラート州はインドで最も高い経済成長を遂げている州であり、モディはその立役者とされる。そのグジャラートの繁栄の象徴として、モディによって建設を推し進められたインドの初代副首相バラブバーイ・パテールの世界最大の像、統一の像も2018年に完成した。モディの経済政策は新自由主義に近く、 小さな政府や民営化の推進を主張しており、イギリスのマーガレット・サッチャー首相に例えられることもある。モディの経済手腕は海外からも期待されており、モディが選挙に圧勝して首相に就任すると、インドの会社の株が数多く買われた。2014年6月9日、インドの株式時価総額は過去最高値をつけた。 モディ政権が2014年6月9日に発表した経済政策はニューズウィークなどの海外マスコミ報道からはモディノミクスと呼ばれる。これには中国の方式が一部に取り入れられているとされ、モディは中国との経済関係を重視しているとも指摘される。2016年11月8日午後8時に500ルピーと1000ルピーの2種類の高額紙幣について突如、 4時間後の11月9日午前0時に廃止にするとテレビを通じて発表した。このため、インド全土でこの発表直後から市民が銀行や ATM に殺到して大混乱に陥った。インド経済のキャッシュレス社会化のほか、偽札が多く出回っているため、500ルピーと1000ルピー紙幣を廃止にして強引に通貨回収することで偽札撲滅や地下経済で、 取引されている、富裕層のタンス預金炙り出しを狙ったものと発表されている。2019年11月、2013年以来約6年ぶりの低成長率でモディ政権発足後最低となったことが発表された。2019年は、米中貿易戦争による世界経済の減速やノンバンクの信用危機の影響を受けたとされる。また、同時期に、 対中貿易赤字を理由にセップの交渉からインドを離脱させた。モディは若い頃からヒンドゥー至上主義を掲げる民族義勇団に所属しており、イスラム教に対する憎悪を煽る演説を行っていた。イスラム教徒のヒンドゥー教徒への列車焼き打ち事件をきっかけに起きた2002年グジャラート州暴動では、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒双方を合わせて1000人以上、 死亡する事件を黙認したマスコミに指談され、グジャラート州のモディ政権は西側諸国から犯罪政権とみなされた。事件当初からモディ自身は事件への関与を否定していたが、後の裁判で改めて関与否定が確定したが、一部の側近は事件に関与したと判断された。この事件を理由に、エコノミストはモディを支持しないと表明していたが、 2014年5月に開票された総選挙でインド人民党が勝利を収めると一転してモディの素晴らしい勝利はインドの繁栄の過去最高のチャンスを与えると表明した。モディは2014年の選挙においてイスラム教徒への優和姿勢や配慮を強調する場面も見られた。インドのイスラム教徒の中にはモディのグジャラート州での政治を見て 経済成長からイスラム教徒が巧妙に阻害される少数派の社会的阻害化を懸念する声や将来を悲観する声が上がっている。一方で国民会議派の腐敗への失望やモディの経済手腕への期待からモディや人民党に票を投じたイスラム教徒も少なくなくグジャラート州のイスラム教徒も発展の恩恵を受けたという指摘もある。2014年5月26日の 首相就任式ではイスラム教国家のパキスタンのナワーズ・シャリーフ首相や仏教を信仰するシンハラ人を支持基盤にヒンドゥー教徒が多いタミル人の反政府武装組織タミルイーラム解放の虎を中国・パキスタンの支援で壊滅させたスリランカのマヒンダ・ラージャパクサ大統領なども招待され出席した。これには自身が ヒンドゥー史上主義者であるとの懸念を払拭する狙いがあるとされる。2014年6月11日、首相就任後、議会で初の主要演説を行った際には、インドで近年起こったレープ事件とともに、ヒンドゥー教原理主義集団メンバーの仕業とされる、イスラム教徒の若者の殺害に言及。これらの事件は、深い内政を必要とする。 政府は厳しく処置しなければならないと述べ、国民は長く待っていないだろうし、我々自身の両親も我々を許さないだろうと語った。2014年に首相として来日した際は、仏教、新言州の寺院である当時を訪れ、大日如来像の前で合唱した。2018年7月、インド国民であることを示す国民登録簿を発表したが、 ムスリム住民400万人の市民権を否定する内容から批判された。2019年12月、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュなどから逃れたヒースラム教徒の不法移民に国籍を与える市民権改正法を成立させたことに対して、インド全土でデモや暴動が起きて、日本の安倍首相の法院も中止する事態となり、首都のニューデリーをはじめとするインドの各地ではたびたび、 インターネットと携帯通信の遮断及び集会の禁止措置が行われた。モディの所属するインド人民党は総選挙における公約に核兵器に関する政策見直しを表明している。モディは核の先制不使用は堅持すると発言しているが、インド人民党は以前の政権担当時に核実験を実行したこともあり、外交、安全保障の面では 強硬な路線に傾く懸念が指摘されている。インドでは急速な経済発展に伴って世界最悪の大気汚染が起きており、2018年時点で世界保健機関によれば世界で最も大気汚染が深刻な14都市のすべてはインドである。モディ政権は大気汚染対策として二輪車及び三輪タクシーなどの電気自動車化を推し進めた。また、インドでは ヒンドゥー教の思想の影響からトイレを有していない家庭が多い。人口約13億人のうち5億2300万人が屋外排泄している推計もあり、衛生状態の悪化から感染症の発生も見られるなど深刻な社会問題となりつつある。モディ首相は2019年までに約1億2000万世帯へトイレを新設することを目指す綺麗なインドキャンペーンを行っている。 ありがとうございます。